はい、どうもこんにちは、裏切りマンキーコングです。はい、というわけで本日もスプラトゥーン2の動画を撮っていきたいと思います。本日ははい、NZAP83 のはい、受け身術を、これを使ってね、ちょっとやっていこうかなと思ってます。なるほど、もう新武器のギアをちょっと考えちゃったと、これいいよだいぶ噛み締めたね、これね。なるほど、まあ受け身術か、あんまり俺ほとんど使ったことない、ちなみに。まあね、普段の生活では全く使わないよね。そうそう使わないね、うん、普通そうだろ、なんでどこで使うんだよよく、ね、言われたけどね、高校の時に、うん、受け身を覚えておくといいみたいな。あ、どこで使うんだと思います。怪我しないみたいなね。そう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 。みんなやったでしょ、あれは。ね、なんだ、あそこ。道場で。そう、道場、あのマットを敷いて一回やって、うん、そう、マットなしでやって。うん、全然使ってない。一度も。あれから。確かに。あれから二度と使わないけど、うん、まあでもこのスプラトゥーンの受け身術は、うん、いい感じと。いい感じ。なるほどね。うん、まあこれはファミザップに合うってこと。ザップ系に合うのかな。おお、うん、なるほど、なるほど。ちょっとね、見てほしいです。わかりました。ちょっとそれ見せていただきましょう。はい、ホテルニオトロ、オッケー。さあ、ボートロアサリでいきましょう。さあ、ここでは一足だけ、なるほど、ない。ああ、さあ、お互いに2つずつですね、新劇は。さあ、パーマネントパブロ、おかしいな、パーマネントパブロ。大容易かだったかな、確かワンの時は。そんな懐かしさもある武器地コレクション持っていっております。ポイント。さあ、1人のお互いに相打ち。あー、そして1人やって、へい、あー、さ、詰めてる。いや、安全靴やば、ここでズンズンいくね、うん、今安全靴なかったらいけてない、うん、これはね、だいぶいい感じになってましたよ。えっ、さあ、横から打ってきてるのはチェリー。さあ、このワントリガーの怖さ、あー、一番ダメな形取れ、取っちゃったね。バーストの時はね、やっぱり早いですね。さあ、こういうよ。ナイス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 、こうやっていけないからね。あー、分かってんだよ。貴様も来んの分かってんだよ。みんなバレてる、うん、すごいいい意気込みですね、でもあれは。意気込みはいいけども、やっぱり足りない。あー、いい。あー、そう持ってる。さあ、そうだ。いや、固まりすぎー。これはね、せっかくの有利状況、塗りを広げるかつアサリを拾いに行きたい。固まると何がダメって、アサリ集まんねえんだよな、マジで。うんうんうん、で、共有できないからね。うん、さあ、そして、ああ、いいよ、でもアサリの数はいいよ。これは、あー、これ死ぬ。あー、うん、今のはね、うん、死が見えてた。まあ、あの距離で撃たれてたらね、うん、さあ、でも、あ、なんか入れてる入れてる、いいよいいよ、いいね、隠れながら。これはね、稼ぐ行為すごくでかい。で、塗り広げ、あー、これね、守りに、うん、さあ、守り飴、うん、守り飴を使って、待ってくれ、怖っ、ドワー、いい距離感、そうだ、ナイス、それ持っていけるね。ナイスだ、ナイスナイスナイス。で、中は雨入ってるから、ドワ ー、なんかしゃべってる、雨がね、素晴らしい雨。そして、左側、ドワー、うわ、怖い。おぉ、あ、頼む。オッケー。あと、なんかこっちに入ってる1枚。あー、しかも今、そう作ったね。あ、しかも一人で、一人で入れまくってるぞ。ナイス。あと、そっから入れに来てる。あー、うるさい。まあ、でも、いいでしょう。さあ、ここでリードはされたが、まだ入ってる。なんかいるか、もしかして。いや、さすがにいないかな。いや、あと死んでんだよな。あ、倒しよう。オッケー、いいよ。ふわっと、危ない危ない危ない、なんで荷落ちしてんだ。いるか、いるな。アサリを持ってないんだけど、いたのか。ちょ、まあ、それ味方やれるっしょ。まあ、リスポーン組で、あれで戻ってたら、マジキリねえから。さあ、だが、今嫌なのが一瞬見えたな。オッケー、左崩そう。さあ、いいよ。オッケー、ナイス、詳しい。あのビーコンがマジで、いやですね、いや、硬いな、ビーコン。あ、いや、ナイス、ナイス、ナイス。さあ、これは入れに行ってあげたい。さあ、しかし、その道。あーっと、見られた。いやー、やれないか。見られたな。しかし、まあ、時間は稼いだ。真ん中戻ってこれている。
ナイスですよ。コロリン、うわー、コロリンからのあ、打ちた、打ちた、いや、1位取られましたけども、さあでも状況はなかなかいいですね。ガサリをいっぱい集めて、でもお互いに20、すごいパンパンね、パン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 、かつ相手はね、わびあさりがあるんで、うわさすがに顔面で受けながら前にブラキついた。ナイスです。さあこれは踏んじゃって、持っちゃって、入れに行っちゃって、いいよ。あー、いいね、いこれは受け身、刺さる、刺さる、あー、いいよ、やれるよ。おー、待て、あー、なんか、はい、いい、ナイスナイスナイス、素晴らしい着地、え、受け身術、受け身術いいね、あれはだいぶいいですね、うん、これ来たね、あ、これ来てる、あ、時代来た、受け身術ザップ受け身術ザップの時代来た、うん、時代来たかもしれない、ファビと同時に、うん、あ、でも確かに結果出てますね、うん、はい、マンタマ、はい、さあ、マンタマさんに行きましょうか、うん、こちらの方でどうなんでしょう、このファミザップはどんな動きを、うん、うわ、すごい、シーズン新聞なんか全身武器、もしかして嘘、あ、全身武器、全身、いやいやいや、なんか一人いますよ、気持ち悪いの、あれは、あれなんですか、あれはね、おもちゃですね強くなってっから、もみじも、なんか星みたいなの書いてあるけど、また強くなったから、ちょっとだけなんか、なんか知らんけど、さあでもここで、あ、いいよ、持ってきて、いいですね、もう一人倒して、ザッザッにね、二人やって、さあ、ああ、しかしこっちも二人やられて、うわ、いいですよ、1人やった、見えない、キープマン、視覚効果、視覚効果に、いや、もうほらほらさあ、バレスピもね、いるので、これはまあちょっと射程的に結構厳しい部分が多そう、味方のチェリーが活躍してくれないと、厳しい、あー、厳しそう、これさあ、厳しそうだけど、相手もみじいるから勝ちてぇな見れるからな、もみじは、チェリー中央か、これ右にもいるんだよな、じゃあ、見るかなぁ、あー、おぉ、うわ、やってないのかよ、今の、しかも下の、あ、やったか、やったか、ナイスナイスナイス、オッケー、下のバレスピが、これ着地だから、受け身術、受け身術で、うん、あ、コロリ、いいね、さあ、コロリして、うわっ、うわ、マジ、もらうの、足、はい、おぉ迫りくる、なんて横、カニ歩きしてても、バーストは食らうんだな、あの弾速だと、うまいことあれしてたのかね、うわっってなると、もうちょっと一足積むとかしてもいいか、うんうんうん、一足でガンガンカニ歩きしていく、ああいうの、わし早いよ、カニ落ちか、あー、これをやる状況ですが、逃げられて、いいよ、しっかりやって、絶対、いいよ、これはでかい、さあ、あとはもうこれで死んでもいい、これで OK、 あーあとナイスだ、もう一枚、お前もみじだろ、お前、い早いな、逃げるのが、逃げるのが早いな、ずれるな、よし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 、さあこれは優勝って、なんかもみじに肩入れちゃう、いやいやいや、全然倒してほしい、もみじを、もみじを楽にしてほしいさあナイス、でけえよ、これがさあ入って、さあまだでもアサリも入ってない状態、ここは入れていきたいね、あーでもガチャして持ってきてる、ナイスだ、うわー、いいよ、バネルしっかり止めて、あーそうだ、あーしかし上から無理です、あーやっぱりすごいな、さあ勝ってっかな、さあ勝ってるからね1個入ってますね、素晴らしい、さあでも相手はちょっとめちゃくちゃ集めてますね、これ厄介、これは厄介な状況ですが、まだ塗り状況悪くない、うおぉ、ね、いいですよ、さあ、めくらして、こちらも、さあ、ここで、あ、でも、オッケー、3音中、あー、ナイスナイス、止めている、さあ、1人帰らせて、あれはもうアサリも全部ぶっ壊れちゃうと、素晴らしい、アサリ0個、さあ、しかもバリを壊してる、ナイススピード、ナイス、やり、うわー、バレル怖い、待って、届かねえ、あー、ちょうど届かねえか、そこ、あれ
切る。やべ、前もじゃねえか。あっ、あっ、いや、勝ってんだよ。あ、でだいぶ入ったね。37、37はでかい。さあ、でもここででもね、さっきも止めたんだ。逆言うと、ああいうキルしか取れないからな。そう、めちゃくちゃ手前来たやつ。おこぼれ、おこぼれしか取れない。どうにか取れる。あー、これまずい。嫌なんだ。乗って、やっぱ雨は強いね。うん、ここ入れられてもいい。入れられてもいいから1回雨入れちゃって、2回弱体が入ってもまだ雨は使いやすい。 OKOK、 2枚だってこっちにでしょ。入ってもこれ以上、うん、さあ入れられても、ああ、もう逃げる気ない。さあ、そうだからの、無理。うわ、バレルはさすがに逃げられない。頑張ってたな、ね、頑張って逃げてたな。重たい重たい、ちょび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 。さあ、でもいい。あ、止めて、はい、さあ止めることによって、またもやガチアサリゲット。これはね、相手は入れるのであればもうリードできる状況でいないと。貴様、よく、オープンだよ、オープンだよ。でも、もう特徴的なあのロゴも2個投げる姿。やつしかないから。いや、これ無理。あー、やばい。それは無理だね。チェリーと対面、シールドがだいぶ邪魔ですね。あー、これ入れられるよ、これ入れられるよ。戻って、戻って、戻って。まずい、まずいぞ。あー、これはでかいのが、はい。さあ、あと落ちる。おぶねえ、あぶねえ。ちょっとこれ、これ分かった。負けたらモミジ増えたよ、これ。そうだね、うん、ぶねえ。増やしちゃダメだからな、こいつ。世の中に増えちゃうよ、このままだと。いや、素晴らしい、よかった。いいですね。でも新武器やっぱみんな使ってるね、うん、使おうとしてるというか、ちょっとチェリーに対してというか、シールドに対して何もできない。まあそれはね、ボムがないからね。うん、はい、マンタマリア合理的今日の週、はい、いきましょうか。はい、さあ今日の集大成、受け身ザップですね。さあ、なんていうんでしょうか。はい、受け身がいいんだ。なるほど。さあ相手は、受け身が、受け身が、え、何何、受け身じゃないぞ。あ、うん、受け身がいいじゃん、いいと思うよ。いや、もみじがまたいるから。笑っちゃった。いいでしょ、もみじ。見てもザップインナー、あいつ。もみじはやっぱ、まあ、あいつもずっとザップインナーと思ってる。うん、ザップインナーは別に普通だけど、もみじインナーはやっぱちょっとこう、え、あーと、あ、これは死んだのはいいんだけど。はいはいはい、これあのナイス玉で雨消えたかと思った。あー、ちょっとね、一瞬なんかそんなイメージ湧いたけど、さすがにそこにスペシャルは消せない。さすがにスペシャル消せない。ボム消えるのもだいぶ強いけどね。爆破じゃないもんね、しかも。爆破じゃない。パヒョって消えるんだよ。そう。塗りまして。ふわーっと飲んでいく？やって。いいね。さあ、あの、あの、のボムは、だいぶ。はー、出たよ。ふわーっと。ミスったよ。ちゃんと自分で、反省して。はー。さあ、マニュー、マニューがまたもや、裏に入ってないか、向かんだ、ゆっくり。さあ、惜しい。しかも出来上がってないんだ。うん、何でかいのできる前に森やられた。さあ、でも1個投げてあげたんだけどね。さあ、でもやはり決めに来てるね。さあ、持って、まずは1回閉じて、さあ見てますね。もうあと、さあもみじしぶとい、戻ってきて、2つガチアサリ持ってるようですね、すごく。ないよ、こうやって。さあ2人倒して、なら、あ、雨降らし、優勝、優勝旗を今、ね、トロフィー持ってる、トロフィー持ってる。ただ、さり入らず、うん、お疲れ様でした。全員倒したんですよね。はい、まあ、さりが集まってなんか、あー、あるぞ、関係ないですね。おお、あー、すごい、いやー、弱え、散らばりメイン。あの距離はもう弱い、ね、うん、あの距離は弱い、あれは、勝ってほしかったな、今ので、どんだけ先打ちして、ただその分やっぱりスペシャル回せるからね、あのマジ早いからね、スペシャル溜まる、めちゃくちゃ溜まるの早いね、うん、プロモデラーは。
闘モデラー。これ死ぬかな、さすがに。あー、生きているか。あー、あ、でもやっぱりこれ詰めていいんかっていう、ね、ここ詰めて大丈夫なのかって思ってるね。もう2発当たってる、あいつ。あー、うわ、あ、これは死ぬわ。あー、確かに。でも、うん、しかもこれ入れられてんじゃん。あ、入れてる。いやー、全身テラ。あー、その点を取っても全然まだまだ安心はできません。もうその下に打てない石をやめてくれ。いいよ。ああ、やだね。それやだね。ああ、それやだね。まだいるね。あ、いいよ。ああ、やべえ。これはまだまだ。まだまだあるぞ。あるか。残り1分30秒。まだあるよ、これは。あの、オール取った時に気づくべきだった。あれ、あ、おかしいぞってこの流れは、もしや。いいよ、いいドリブル、いいドリブラードリブラー西。あ、いいね。あー、でもまあ意味ねえんだよな、これ正直。そうねそうか、ドリブラーするとね、確かに味方が間に合わないのか。技が逃げて、どうもで次第なとこあんな、これ。そうだね。どれぐらい塗って、どれぐらい集めてくるんだっていうのが。うわー、うわー、散ってる、散ってるが、ナイス。ちゃんとやった。てめえこの野郎。ああ、ほら。やっぱね。いや、あたり入んねんかい、これで。ああ、はいはいはい。入ったけど、鈴から熱いですよ。いけるいける。ここ取んねえと負けたな。ここでリード取れないとだいぶ厳しいと思う。オッケー、ナイスです、ナイス横、ナイス横。いや、飛べばよかったじゃない、あなた。しかもそれなくしたら終わるよ。あ、まあ、まだあるか。あるある、手前にあの、マビアさんが。惜しい。さあ、残り、いや、約15。いや、これ回す。いやー、そう。いやー、今の勝てたよー。まあ、あの一瞬で飛べないか。まあ、見れないって見れないね。あ、もう入れられて終わりよ。いろいろ起きた試合だったな。そう、いろいろ起きた試合だった。起きすぎだよ。ファミザッパでも強いのは見えたから、うん、ファミザッパの強みは、うん、それはいいこと。それがでもこう、うん、勝ちに直通するとは限らない。はい、しゃあないね。そういう、そういうことなの。はい、はい、はい、というわけで、はい、今回は、MZAP83 にこのギア乗せてきましたけども、うん、どうですか、ギアの具合は。いいね。あら、いい、うん、決まり決まり決まり、今んとこ決まり。もう今んとここれで決まり。まあ確かにその人足安全靴は、うん、まあそのなんか分かるんだけど、うん、受け身術がまさか。受け身良かったね。俺今まであんまり使ってなかったけど。はいはいはい。いや、特に多分安全の、うん、安全靴 の、 あのアップデで、はいはい、安全靴すごい良くなってるから、うん、それのおかげもあるかな。あ、受け身で敵インクに突っ込んじゃっても、うん、そっからまたこうすぐ抜け出せる。そうで、人足も速いザップということで、はいはいはい、すごい相性がいい。安全ちょっと切って、うん、人足もうちょっと足して、うんうんうん、で今受け身の方についてるこの3つ、うん、まあスペキをいらんから、まあここ軟化にするとか、はい、その辺の細かいとこはまあ好みでという感じなんだけども。なるほどね。うん、ああ、じゃあだいぶ このちなみに人敵インクは結構、うん、安全靴は結構こういっぱい乗せた方がいいの？安全靴はね、1から 1.12 ぐらいまででいいかな。あ、本当に。うん、まあ一つのギアでまとめれるぐらい。うん、なるほどなるほど。じゃこのおすすめギアで、うん、ファミザップやればなかなかいけちゃうんじゃないかと。これはね、本当いいよ。そう、おすすめです。ぜひとも皆さんこのギア使ってみてください。はい、はい、というわけでここまで見ていただいてありがとうございました。コメントや評価ボタンのクリックもお待ちしてますので、ぜひともお願いします。お願いします。というわけでまたお会いしましょう。さよなら。さよなら。チャンネル登録お願いします。